はい、今回は新型アクアの見積もりをしていこうと思います。で、この188万という金額なんですけど、人気グレードのエスパケですね。で、カラーを選択していこうと思います。まあブラックにします。ブラックだとそういった別の料金かからないんで。で、次にインテリアカラーがエスパケの場合は青か赤なんですけど、まあ青にします。で、ナビ、こっからすごいややこしいんですけどね、トヨタのあのオプションの設定なんですけど、まあ一番安いワンセグと、これは多分 DVD は見れないナビだと思います。で、次に、で、ここナビっていうとこの右のとこプラスを押してちょっと表示されるまで。で、次に ETC とかもつけたいと思います。ベーシックの ETC 車載機、また後日にフィットハイブリッドの L パケですね。まあ、アクアの S と同じグレードのやつなんですけど、どれだけ金額が違うかっていうのも検証していきたいと思います。で、 ETC の次にオーディオも、これはまあナビをつけなかった方のやつですね。もう本当にホンダのいつもりのやつの方が見やすいですね。スマホに関しては、パソコンの方は分からないんですけど。で、ナビオプションで、バックモニター、これもいりますよね。なんかすごい小分けにしてるんで、まあここら辺はトヨタの売り方が汚い点なんですよね。で、まあフィットの L パケと同じぐらいのオプション見つけていきたいんで、まあ比較するには同じような感じにしたいので。で、次にグレードからナビが終わって、次はメーカーオプションですね。まあ大事な、このメーカーオプションっていうのはもうこの時点で設定しておかないと後付けできないんで、まあディーラーオプションとかだと後付けできるんですけどね。で、このヘッドライトなんですけどね、あの L パケで LED ヘッドライトが標準でつかないならわかるんですけど、 S パケで標準じゃないというのはちょっとあれですよね。フィットの L パケだと標準でついてるんですけど、トヨタの場合はつかないんですね。まあこれももちろん選択します。まあスペアタイヤはいらなくて、まあこれもいりますよね。こんなん本当にフィットだと標準でついてることなんですけど。で、また小分けに設定していかないといけないんですよね。本当にフィットの見積もりだと5分あればできるんですけど、アクアの場合10分ぐらいかかりそうな感じです。で、次にインテリアで、インテリアちょっと時間かかるのかな。インテリアはオプションがないんですかね。じゃあ次にセーフティーセキュリティ、このサイドエアバッグとかも本当に標準でついてほしかったですよね。フィットの L パケ、まあフィットばっかし言ってはいいんですけど、フィットだとその標準でついてますからね、ホンダセンシングもサイドエアバッグも。アクアの場合本当にサイドエアバッグとかセーフティセンスとか別オプションなんですね。まあこれもフィットだとついてますね。追加する、だから本当に購入する前の車両価格は188万で安いんですけど、ちょっとまあ必要なオプションをつけていけばもう230万いってますからね。こういうとこが本当によろしくない部分ですよね、トヨタので。エレクトリックとかいうオプションですね。まあこれもバックカメラは必要ですよね。まあ選択さっきしたんで。で、まあ、スマートキーですね。スマートエントリーとかそういったやつ、まあ、これもフィットだと標準でついてるんですけど、トヨタの場合は別オプションみたいです。で、ビューティーパッケージ、これもフィットは標準でついてるんで選択します。
いや、もうすごい金額になってきましたね。で、エレクトニクスが終わってその他も見ていきたいと思います。本当にメーカーオプションは後付けできないんで後悔してしまうこと多いんですよね。あれつけときゃよかった、これつけとけばよかったっていうのが。で、最後にアクセサリーの選択ですね。まあディーラーオプションっていう感じみたいですね。まあバイザーはフィットも標準でついてないんですけど、またフィットの見積もりの方でも選択するんで、アクアも選択しておきます。やっぱりバイザーとかマットは必要ですよね。で、ディアスポイラー、まあ、エルパキはディアスポイラーはついてない、まあ、ついてるといえばついてるんですけど、まあ、ちゃんとついてるのはフィットのエスパケとか RS なんで選択しないでおきます。まあ、ここら辺も本当にオプションですよね。フィットの方もここら辺は標準ではもちろんついていません。ディーラーオプションは使いたいと思います。で、フォグはさっきの LED ヘッドライトの中には含まれてなかったんですかね。またそこら辺も。で、次にアクセサリー、ディーラーオプションのインテリアの方を見ていきたいと思います。ちょっと反応良くないんで、インテリアで、まあベーシックのマットですね。これを選択します。まあ、フィットの見積もりの時にも選択するんで。で、カットスモーク、まあこれもフィットだと標準でついてるんですけどね、ギアがスモークかかってないとちょっと丸見えですからね。まあ、ここら辺もフィットはフィットもオプションなんで。で、ドライブサポートイルミネーションってこういうのがあるんですね。3万1000はちょっと高いですね。で、コンソールボックス、まあこれもフィットだと標準でついてるんですけど、アクアの場合はディーラーオプション扱いみたいです。もう現時点で240万いってますからね。まあ最低でもつけとかないといけないオプションを選んでるんで。で、あんまここら辺は微妙なとこなんですけど、つけとかないと安っぽく見えるかもしれないですね。まあまあまあ、あーメッキがついてないオプションは使え、カーマキヒステアリングとかもフィットのエルパケだと標準でついてるんですよね。やっぱりハイブリッドなんで内装の質感は大事なんで。まあここら辺はまあまあ全体的にフィットの方が質感高いですよね。で、こういった赤外線カットもフィットだと標準でついています。まあフィットっていうのはハイブリッドのエルパケなんですけどね、ガソリン車の方はまあついていないオプションもあるんですけど。で、デッキボード、まあラゲージトレイとかはまあフィットもオプション扱いなんで選択しないでおきます。まあ、こういった部分を本当にディーラーオプションとかメーカーオプションにするんじゃなくて標準装備としてつけてほしい部分なんですけど、まあスマートキーがオプション扱いではないっていうことは、後期型のマイナーチェンジで標準装備になったんですかね。そのまだマイナーチェンジ前で、まあディーラー行ってまあ見積もり出してもらったんですけど、その時スマートキーもオプション扱いなんですよって営業の方に言われてびっくりした思い出がありますけど、まあ本当にスマートキーぐらいは標準装備でつけておいてほしいですよね。まあここら辺もフィットオプション扱いなんで。で、最後にエレクトロニクスで、さっき確かヘッドライトをメーカーオプションで選択したんですけど、フォークついてなかったと思うんで、まあ、ハロゲンの方をつけときます。まあフィットのエルパケのフォークは LED なんですけど、
こら辺もですよね。まあこんな感じですね。で見積もり結果行く前にちょっと一部訂正があります。メーカーオプションの LED ヘッドライトをつけたらなんか LED フォークもつくみたいですね。だからあの LED フォークじゃなくてハロゲンのフォークのオプションを外しました。であとはあのフィットの L パケなんですけどね、なんかキャップみたいですね。だからこのアクアのアルミを外しました。で見積もり結果の方はメーカーオプションディーラーオプションで諸経費込み込みで2,539,000ですね。で選択内容の方を確認しようと思います。まあこんな感じですね。まあフィットだとほぼほぼ標準でついてるんですけど、アクアの方はオプション扱いですね。まあこれをもとにフィットの方ですね、フィットハイブリッドの L パケの方も見積もってみようと思います。で諸経費はこんな感じですね。はい、ということで今回は新型アクアの S パケを見積もってみたでした。